壁対頂上決戦、武田魂のミニストレート炸裂するか。青コーナー173センチ70.0キログラム、元ナジャダムダンスタジアム認定ウェルター級王者、武田康太。人生最大の戦いへ、超合金武田康太。赤コーナー174センチ67.7キログラム、 K1 ワールドマックス2004王者、ブアカオポープラネチェ。ムエタイの誇り、700年の誇り、 K1 ワールドマックス世界王者ブアカオ。さあ、いよいよダブルメインイベント、日本の武田康三が現 K1 ワールドマックス世界王者に挑みます。年の差10歳、32歳の武田か、22歳の世界チャンピオンブアカオか、夢の対決ですね。そうですね、まあ本当にあの、ブアカオ強いんですけど、はい、僕も武田選手にチャンスあると思いますんで、今日はあのブアカオのあの距離に対してどう戦うか見たいですね。はい、ここで武田康三を見せないと何のためにやっているのかわからない、いい言葉ですよね。強く言い放ちました、はい、その武田康三、男を見せる、武田を見せる、一人の男として戦うと、傍らに世界チャンピオン、そのベルトです。ジャッジ上川をナンバー、はい、さあ武田に上川を、今試合が始まりました。武田康三、人生最大のチャレンジ、まずファーストコンタクトどうなるか。距離を取りながらお互いに、とにかく前ですからね、ブアカオは、あの前蹴りを、はい、この前蹴り、前蹴りと左のミドルですよね、それどう、懐に入るかですね。武田コールの代々木第一体育館、互いの距離は埋まらない、まだ互いの距離は埋まらない、コンタクトはまだ。さあファースト、ブアカオ待ってますね、待ちましたね、はい、チャンピオンの方が待っています。ワンツーは武田、武田の独特の姿勢、坊主頭、短く刈り込んだこの髪型は武田のトレードマーク。そしてこの割れた腹筋に前蹴り、きた、まず来ましたね。マサさん、はい、このブアカオとね、7月7日の対戦がありました、それから3ヶ月、今日見てどうですか。まあなんか、まあ立ち上がりはなんかムエタイみたいになってますね。そうですね、入りした、スタートで、マサスさん、実際に手を合わせて、このブアカオの凄さっていうのは象徴するとどんなところですか。うまいですよね、やっぱり、はい、なんていうんだろうな、連打を許さないし、はい、まあ、入っていくと前蹴りでって、コンビネーションです。武田は言っていますが、この前蹴りをどうさばいていくか、この前蹴りのさばき方をずっと研究してきたと、このさばき方一つでもって戦い方が変わってくると、そう言っております。前蹴りでしょうね、前蹴り、でボディとか武田選手がね、左とか打てると、はい、途端にチャンスあると思うんですけど、今なんか本当に一発狙ってましたよね、武田選手右を、はい、見えないパンチですよね、武田はもうとにかく右ストレート、さあ右のロー、武田のローキックがまず出ました、はい、納得のローキックか、うなずいている武田、まあ、完全にムエタイのリズムになってますね。そうですね、2人とも K1 のリズムじゃなくムエタイのリズムになっちゃいましたね、音楽こそ流れておりませんが、はい、赤のグローブはブアカオ、世界チャンピオン、一方青のグローブは、しかし武田もね、畠山さん、かつてはこの武田はムエタイの殿堂ラジャラムダンでチャンピオンに輝いてますからね。そうですね、まあ、やっぱり、武田選手としてはやっぱりミニストレートカウンターで一発狙ってるんですよね。なるほど、ブアカオも攻めてきてくれないと、武田選手としてはちょっと厳しい戦いになるかなって感じしますね、はい、ゆっくりとこの拳を上下させながら独特のリズムでこの両者見合っております。ちょっと前地獄ができてますよね、はい、なんとも言えない空間がこのブアカオと武田両者の間に、制空権が動くのか、サムチェイカンター、トレールカウンター、右ストレート、武田チャンスありますよ、武田構造、いいパンチですよ、じっと見ている武田、いざ来た、このローキックは、このローキックはいいと思うんですよね、このロー2発目、バッチャー、ここでゴングです。第1ラウンド、武田ブアカオ、その間に何とも言えない空間、しかし武田のローが2発、さっきだった空間がありました、すごい制空権ができてましたよね、はい、
ただの空気なんですけどね、何かこう個体のような感じですね、周り地獄というかですね、まあ、このブラカオの前蹴り、そしてこのミドル、これも強烈でした。前蹴りとそれから高速ミドルキック、これに対しての武田のカウンター、惜しかったですね、今もう少しでしたね、これが第1ラウンド、独特の緊張感の中で試合が進みます。さあこの後第2ラウンドです。まだ両者ほとんど顔に体に傷はありません。第2ラウンドが始まりました。現世界王者のブアカオ、一方かつてラジャナムダンのチャンピオンに輝いたムエタイ戦士、日本の武田。さあ このラウンドは出てくると思いますよ、はい、あのブアカオも、武田選手も動いてきましたね、リズムが変わってきました、うん、第1ラウンドと明らかにリズムが変わってきたこの第2ラウンド。さあこの第2ラウンド、流れを支配するのはどちらか。ストレート、ローキックからストレート、左武田、一方ブアカオも返す、刀のようなこのブアカオの前蹴り、左飛ばしてきました、飛び膝、ブアカオ飛び膝、ね、マサさん、はい、赤コーナーブアカオサイドですけども、とにかくですねローキックをもっと強み、そしてローを出した後のパンチに気をつけろ、特に右だという指示が飛んでいます。はい、カウンターのその右を武田が一発入れております。マサさん、はい、青コーナー武田サイド、ガードをしっかり上げて、蹴りからなんだよ、蹴りから、パンチはいらない、正面向かずに半身の姿勢でジャブロー、ジャブロー、蹴りからだと言っています。なるほど、という両サイド陣営の声です。このミドルですね、これですね、ブアカオの強いのは。これで武田の右腕はね、悲鳴を上げてくるでしょう。もうこれムエタイのセオリー通りですよ、右のパンチを潰すには左のミドルで、腕を潰しにかかってました。右のローキックは武田、このローをどれだけ出していけるか武田。第一ラウンドの一発二発と非常にいいローが入りました、日本の武田浩三。左のミドルが飛んできます、再三にわたって飛んでくる、刀のような鞭のようなこのブアカオの左の蹴り、こんだけやっぱり左の蹴りを右手に加わったら、右ステップ確かに打てないですね、なってくるんですね、どんどん。これ しかし武田という男はこれどんなに蹴られておられたって別に構わないっていう、そういう人間ですよね。さあ打ち合い、うまい、スリップ、ブアカオうまいですね、はい、第2ラウンド残りが1分を切りました。見合ってきた第1ラウンド、この第2ラウンドは共に手数が出ております。左のミドル、ローを返す武田、左ストレジャブ打っていく武田、さあどちらが出す、インロー武田、武田のローキックか、上川尾の左のミドルか、武田は言っています。かつて10年前にジムに入ったその瞬間に会長から言われた、お前はパンチとそれからローでいけ、その一言で今まで10年間パンチとローしかやっていません、それしかできませんと武田は言っています。いいミドルが入ってきましたね、はい、あーいい感じですよ、湧き上がる代々木第一体育館、さあ残りは15秒、残り10秒を切った、第2ラウンド、ワンツーロキック、手間のローが入った、ノシトロー、武田のロキック、はい、ローを蹴って蹴って蹴り続けてきた10年間、男武田浩三、この背中、第2ラウンドも攻めました。かなりこの序盤からブアカオのこの左のミドルキック、マサスさんもね言う通り、この右手を狙った、この右の腕を狙ったこのミドルキック、あの武田選手としては多分あの左ミドルに軸足に、はい、軸足をローキックで合わせたいところなんですよ、なるほど、そういった打ち合いのような形がありました。それを狙ってるんだけど、やっぱスピードが速いから、なかなかタイミングが多分合わないんですよ、で今タイミングを見てると思うんですよ、なるほど、だからその武田の目線は浦川の軸足を、左足を捉えています。さあ第1ラウンド第2ラウンドと共に両者ダウンはまだありません。第3ラウンド、ファイナルラウンドに入ります。このファイナルラウンドで果たして決着はつくでしょうか。ムエタイも威信をかけて、その威信を復活させた、復権させたブアカオボープラムック、さあ武田前へ出ていきます。ここで武田浩三を見せないと、何のためにやってきたのかという格闘生活10年、武田浩三、あのローキック、前蹴り武田、
ス近づいてきた。出てきましたね、緑の連打が。前出てきた。ワンツー、ミドルキック、今度は右。さあ、武田。何か声をかけたぞ。武田の頂上はしかし揺らがない。ハッタさん、はい、青コーナー武田サイド。蹴り返せ、落ち着きすぎなんだよとまず言われましたね、左のジャブから右のロー、伊原会長も相手は足を怖がってるんだからどんどん蹴ってやると声を飛ばしています。なるほど、武田浩三こちらです。さあ、朝さん、ファイナルラウンド、はい。そしてこちらですね、岩田サイドですが、トラムクチームの会長がですね、とにかく左右のキックどんどんと出していけと、もうファイナルラウンドなんだからどんどん行けという指示が飛んでいます。なるほど、武田選手も手数欲しいですね、どんどん足、そうそう、大きく、これはスリップか、スリップです、これはスリップ。武田陣営自衛官の浅井会長と、そして伊原道場の伊原会長と熱い声を送っております。さあ、右ストレート、これは一瞬避けました。22歳のブラカオ、32歳の武田浩三、残りが間もなく1分20秒。左を飛ばすブラカオ、さあ左ミドルキック、ブラカオ。政官の永井会長も武田浩三に、とにかくお前はパンチとそれからローでいけ、この一言、武田浩三、僕はそれしかやってきませんでした、それしかできません、これに全てをかけますと、そう言っています。時間がないですかね、1分を切りました、もう最後1分を切りました。ないですね、なかなかカウンター出させませんよね、はい、武田のカウンター封じか、左キックから膝、今の左フック一瞬効いたんじゃないですか、距離を詰めて、さあ武田右のキック、左のミドル、どちらが蹴るか、どちらが蹴るか、蹴り倒せるか。さあ武田もかなり熱くなってきた、残り10秒、時間がないですから、時間がありません、残り10秒を切りました。前蹴りブラカオ、岩川の前蹴り、なかなか右ストレート打たせてくれないです、ワンツー、ワンツー、ここで時間切れ、ここで3分経ちました、ファイナルラウンド、果たして判定結果は出るかどうか、ちょっと届かなかったですね、右が。武田浩三、そしてチャンピオン武川を、3ラウンド果たして判定結果は出るでしょうか。もうちょっと見たいですけどね、本当にお互いのこの間合いを取りながら3ラウンド戦ってきました。再三にわたってこの武田の左右腕を攻めたこのブアカワオの左のミドル、これに対してその武田のロー、マサさんがおっしゃったのこういう形ですよね。そうですね、もう武田選手のローっていうのは本当もうなんか硬い金属バットがちょっととんがったような金属バットで叩かれている感覚なんですよね、勝負の結果は判定です。さあ判定、武田の右の肩から腕にかけて赤く腫れています。さあ結果が出ます。ジャッジ水岡正人30対30ドロー、まずドロー、ジャッジ黒住達也30対30ドロー、ドローです、延長です、30対30ドロー、両者意表以上ありません、両者意表以上ありませんでした、延長戦に入ります。これはもう泳ぎのお客さんも大歓声、これはもう誰もが延長を楽しみにしたところでしょうね。そうですね、手数はやっぱりバカの方が多いんですけど、なんか、はい、ポイント取るのはやっぱり上手いんですよね、見た目、はい、ただ武田選手もよく返してましたし、致命的な打撃を受けてませんからね、はい、延長の1ラウンド目に入りました。さあ左武田か右ブアカオか、現ワールドマックスの世界チャンピオンか、かつてのムエタイのラジャラムダンのチャンピオンか、ここはもう延長、とにかく攻めるしかありませんね、膝、積極的なコンビネーションはブアカオ、よく手が出ますよね、手も足も出ますよね、ブアカオ自らをいじめ抜いてきたというこの武田浩三、何度も酸欠で倒れたそうです。はい、浅田さん、ブアカオサイドですけども、はい、お前はどうしてチャンスでもっと攻めないんだ、もっと全てを出していて、格好ばかりつけてるんじゃないと、かなり激しい激飛んでいます、そうですか、
ちょっとそういうじれているような村川サイド、志賀アナウンサー、初田さん、はい、青コーナー武田サイド、もう具体的な作戦はありません、はい、気持ち気持ち、もう行かなきゃダメだ、流れは来ているんだからと、はい、その声を受けてか、はい、明らかに表情変わりましたよ、一段と引き締まってます。さあ左のジャブが入りました。左のショットは今、さあもう一度左、ジャブがいいですね、よく当たってますよ、ジャブ、はい、ちょっと動き出しましたね、試合が。いや、3発その武田の青いグラブ、左のジャブが入っています。この辺りはベテラン百戦錬磨の武田浩三、タイ人との対戦はムエタイ選手との対戦はこれでトータル30戦目となります。一方のブアカオは22歳の若さで405試合もすでに戦っています。何しろ8歳の頃からムエタイに勤しんできた伝統の国技、700年の伝統、このムエタイ、タイのブアカオ世界チャンピオン、残りが1分20秒と間もなくなります。前へじわりじわりと出てくるのはブアカオ、カウンターを狙うか武田、ワンツー、左のミドル、右腕赤が腫れている、カウンターが空振り、空を切った武田、上がってますよ武田選手、はい、一発超合金のそのパンチ、右のストレートと右のローキック、この2つに全てをかけてきた武田浩三、世界を取った右の拳、武田選手、右ストレート本当タイミングがドンピシャですからね、ダブルキック、タイミングがいいんですよ、このローをどんどん合わせた方がいいですよ、蹴りにカウンターのローを返していきます、合わせていきます、武田サミドル、ブアカオに打たせて、そして武田のカウンター狙い、残りが30秒となります。果たしてこの延長エクストララウンド決着はつくか、前出る、さあ運動返す、運動、ブアカオも読んでいる、残り20秒、ローキック、打ち合い、打ち合い、まだ両者ダウンなし、共に決定的な一打はまだなし、残り10秒、ローキック、カウンターのロー、残り5秒、もう一発、ローキック、さあ、動いたブアカオ、エクストラランド、延長、今終わりました。この延長で果たして決着はつくでしょうか。マウスピースを取った武田浩三、表情はほとんど変わらないこの武田、果たしてこの延長、まあ、互いに手の内を分かって、そしてお互いのやってくることを見ながらそれぞれ手を出していきました。延長、果たして決着はつくでしょうか。スローでご覧いただきましょう。まずはこの左のフック、カウンターの右、まさに、ね、肉を立つってやつですね。そうですね、腕を切らせました、右フック今惜しかったですね、オープンだったっちゃいましたね、いやー、これだけ左のミドルを再三にわたって右腕に食らっています。さあ延長の1ラウンド目、決着はつくでしょうか。一回やらしちゃえ、延長は2ラウンド用意されています。果たしてこの延長の1ラウンド目に決着はつくかどうか。左武田に右ブアカオ、判定の結果をお伝えいたします。どうでしょう、ジャッジ友武10対9、赤ブアカオ、ブアカオ、ジャッジ友武10対10、ドロー、さあドロー、ジャッジ水岡10対10、ドロー、ドローです。延長、延長2ラウンド目、再延長です、再延長、いや、長江会長が武田浩三に激しい声を送ります。さあ延長2ラウンド目、ジャッジ一つだけ若尾ワンポイントリードつきましたけど、そうですね、さあこれはもう泣いても笑っても最後のラウンドになります。マストシステム、この5ラウンド目ドローはありません。どちらかが決着をつけるために白黒はっきりさせなくてはならない延長の2ラウンド目、武田かブアカオか、さあ武田かブアカオか、延長2ラウンド目、トータル5ラウンド目、最後のラウンドに入りました。最初のコンタクト、左のジャブは武田、そしてローキック、インドも入る、このローキックですね、左のフック、武田選手はどんどん良くなっていく感じがしますね、左のジャブ、
この左のジャブが延長に入ってから効いています。膝を飛ばしてきたブラカオ、そしてミドル、武田に譲れた、ダメージはないんですけどね、今の当たったところにもらっちゃいましたね。平然とした表情の中に武田もらってしまった。さあブラカオが攻めていく、捉えきません。武田が攻めていく、しかしブラカオが攻め返す。ロキックノー、そしてパンチ一筋の男武田構造。勝負は結果ではない、自分にとっては内容なんです、その内容こそが全てなんですと武田浩三は言っています。これほどまでに内容にこだわる男武田浩三、この延長2ラウンド目ダウンを喫してしまいました。ちょっと動きが鈍くなりましたね、武田選手も、はい、これちょっと集中力もう一回止めて、武田はとにかく勝つためにはもうダウンを奪うしかありません。ポイントはもうすでにブラカオが、立ち上がった武田、しかしあと1回のダウンで武田は敗れてしまう。さあ2度倒れた武田、三度倒れるわけにはいかない武田、でもね、逆に倒しに来るからチャンス出てくると思うんですが、膝が来る、顎が上がった、残り50秒男武田、ここで武田浩三を壮絶な倒すか倒さないかという試合、ローキックは効いてますよ。ブラカオの左足も悲鳴を上げています、上げているはずです。しかし武田が2回のダウン、再び攻めてくるブラカオ、もう一発逆転の武田渾身の右ストレートからローキック、あっという間残り30秒を切った。さあ武田大逆転のパンチられるか、当たってほしい、あの一発がそうですね、中入ってくる、まもなく残り10秒、奇跡のパンチは出るか、世界チャンピオン人たち、残り5秒、残り5秒、倒すか倒されるか、それが男武田の一番、ここで最終日、延長5ラウンド戦い抜きました。武田2回のダウンを喫しました。延長の2ラウンド目判定に入ります。2回のダウンを喫してしまった武田、このパンチにぐらつきました。この左のフック、バズ選手やっぱりブラカーのパンチ効くんですか。いや俺はもうあの時必死でも聞くとか聞かないとかそんなことはまるで覚えてないですね。蹴りの選手というイメージなんですけど、パンチも結構倒れることあるんですね。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ溝岡10対7、赤ブラカオ、ジャッジ黒住10対7、赤ブラカオ、ジャッジ友達10対7、チャンピオンブラカオの勝ち。以上3回で武田は敗れましたが、しかし武田の試合を見せました。完全決着ね、判定は3対0、 K1 ワールドマックス現世界王者ブラカオの勝利。しかし最後まで武田もらしさを見せましたね。とにかくここまで倒れることなく5ラウンド。